空の造空は、ハワイ人の宗教に出てくる四大人の一人で、男性のシンボルであり、戦いの神でもある。ハワイ先住民が信じた宗教は、自然崇拝で、様々な神が登場するが、その中でも空は、ロノ、カーネ、カナロアと共に四大人である。また、ロノが支配する新年の期間を除いては、通常空が支配していると考えられていた。ハワイ神話は、 ポリネシア神話に属するとされているが、ハワイ以外では大オグカナロアが最高神となっている。クーは、オガミとして、よく女神のヒナと対比して語られることを、ハワイ神話について、古典的な本、ハワイアンミソロジーを書いたマーサベック・ウィズはその本で述べている。クーとヒナはそれぞれ男性、または夫、女性、または妻であり、天と地を作った神で、 地上の豊かさとハワイ人を生まれさせた先祖の神である。空は、ハワイ語で、まっすぐ上へ立つ。ヒナは、下へ横たわるという意味で、太陽が昇るのは空で、沈むのはヒナで、午前は空のものであり、午後はヒナのもので、空に祈るときは東へ、ヒナに祈るときは西へ、両者で天と地を治めている。空はまた通常男性が関係する、次のような分野において、 それぞれの分野の神に化身していると考えられている。区会リ目と、ヒナのキークーはまた長引くヒデリなどの重大な事態には、ヘイヤウを新しく立てて、全員を集めて、豚、ココナツ、レッドフィッシュ、白い布、人身獄を捧げた。戦いの時には特にこうした人の行贄が行われて、こうしたヘイヤウは、ルアキニと呼ばれている。ハワイを統一した。 カメハメハダ王は、上記の空海リーモクの信奉者で、ハワイ島のもう気にいるキニヘイヤウで生まれて、プーコホーラヘイヤウでいとこを生贄にして、ハワイ島統一を成している。また、彼に関係した空の造産体が別々にあったのが、2010年に、ホノルルのビショップミュージアムに集合している。ありがとうございます。